あ、高木喋ってる？バグかな？あ、どうもこんばんは。あ、高木ちゃん。高木ちょっと待ってな。先輩こんばんは。お前の声がうるせえ。高木ちょっと待って。オッケー。オッケー、高木聞こえる？行きますよ。ボコボコにしなきゃいいんすか？かかってこいや！僕平成最後のモングラルって言われたことあるんで。やば。ボコボコにしますよ。やば、ちょっと待って。じゃあ武器は金朝とショットガンだけでいいな。いいっすよ。あ、もうみんな中 1？ みんな中1だ。もう小学生卒業だ。平成最後の小学生行ってみましょう。倒しちゃいますよ。じゃあまずどうしようかな。高木と俺やるか、普通に。じゃあ、やりますか。高木とか絶対余裕なんだよな。じゃあ僕ボコボコにしちゃいますよ。オッケーやろうか。じゃあね、皆さん、はい、ってことでね、今日はね、玉尾さんのところにね、よく出てるクソガキのね、高木くんとね、僕は対マンしていきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。レッツゴなめてやがるぜ、このクソガキ。アリケンさん、これが僕とアリケンさんの差ですよ。くそムカつく。最初にじゃあ3本戦士でいこう。今高木1本な。じゃあいいっすよ、3本戦士な。いきますよ。オッケー、いくか。し、絶対勝つ。頑張ってください。うわっ、よし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 。さあ高木どうした？俺が一本取っちまったぞ。まあ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 、僕シンフォニー倒したんで。いやー、シンフォニー倒してもな、俺に勝てないと意味がねえんだよ。よし、もうね、一回ギア入ったら俺マジ負けねえから。弱い、頑張った。立て積みミスってるやつに負けるわけねえんだよな。すごいっすね、ハエとアイスクリームが。腐ってるよな。不思議な戦いっすよ。高木クソ M なんじゃないの？いやー、高木、わっしょいわっしょい、わっしょい。おお、どっちもクソ、クソエイムだな、高木。いきますよ。もういいや、絶対倒す。大人げないとか言われようが、俺は絶対に勝つぞ。こんにちは。いってえな、お前。こんにちは。またどっちが勝つんでしょうか。やるじゃん、高木。痛そうだね。危な、お前、お前無言になりやがってよ。お前本気モードっすね。お前高木が無言なんて、お前珍しいじゃないの。100年に。よーし、ね、よっしゃー。
高木くん、勝っちゃったのはコローレ。大人げないっすね。大人げないと言われようが、なんと言われようが関係ない。俺が勝った、高木、これがフォートナイトだということで、今日は高木くんとね、1対1の対マンしていきました。まあね、勝者はね、僕ということで、高木くん、今の気持ちお聞かせ願いますかってことでね、もう一回、今のはサムマシンガンが、サムマシンガンが飛びから、やっぱサムマシンガンがね。いいよ、いいぞ、それ使っていいよ。まあ俺はな、分かった。じゃあ俺このアサルトライフルいらねえよ、ショットガン1本でお前ぶっ殺してやんよ、分かったか。おお、じゃあこれで、ショットガンいらないっすね。じゃあこれで白黒、待て、落ち着け。じゃあこれで白黒つけようか、高木。そうっすね、これでショットガン1本にしましょう。ショットガンいらないわ、やばい、ちょっと足、それはやばい。いや、アリケンさんは大丈夫っす。いや、まあ余裕だろ、ショットガンとかいらねえよ、マジ、AR だけで勝てるわ。いや、アリケンさん、それはするじゃん。いや、一回やってみましょう、これでダメだったら、ごめん、謝る。いや、ダメだよ、ダメだよ。じゃあショットガン1本でいくわ。やっぱ男っていうのはショットガン、やっぱ一発の勝負っすよね。じゃあこれで、じゃあ男一発、男同士の戦い、これで勝った方が勝ちということでよろしいでしょうか、高木さん。よろしいですね。それではエディットして壁を開けてください。なんか今の声エディットができていない。レディーファイト。よーし、アリケンさん来ました。俺の勝ちだってことで、今日はね、高木君と対マン男同士の一騎打ちということでね、クソガキクランのね、高木君はね、アリケンがね、倒していくってことで、またね、次回の動画でよろしくお願いします。またな。高木、最後なんか言っていいよ、今の感想。いいよ。あのね、黄金の味のね、3分の1はリンゴ、3分の1はリンゴだからね、美味しくできちゃうんだよ。おい。